どうもこんばんは、平井弘明です。今回はですね、 YouTube サロンの境目ギリギリの動画を撮っていきたいと思います。体の伸び上がりについて動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。体の伸び上がりっていうのは、俗に言う、こう打つ時にこう体がこうやってもちろん伸びてしまうことを言うんですけども、なんでこの動画を撮ろうかと思ったかと言いますと、伸び上がらないように縮んでる人だったり、実際に伸びてる人だったりっていうのがちらほら目につく。だいたい10人来て9人はそうなってますね、はい、なんで動画にしてみようかなと思って撮っていきたいと思います。違うの、あのね、違うの、スイングスピードが速すぎて浮いちゃうの、うん、それタイヤまだうちタイヤ来たことない。ない。ない。まだない。まだない。あ、じゃあダメか。その言い訳は。そう。ちょっとまだ通じない。嘘。タイガーどんぐらいなんだっけ、スピード。どんぐらいなんだろうね、数字。50半ばぐらい行くでしょうね。全然。早いんだ。早い。はい、現役って今も現役だけど、あのバリバリやってる時なんかは、うん、もっと全然早いでしょ。しかもスチールシャフトでそれだからね。ドライバー。ドライバースチールなの？スチールだったの。まあ、キングコブラっていうヘッドを使ってて、うん、最初ね。でそれでスチールシャフト X100 入れてでドライバー打ってたんだけど、その時なんて全然速かったよね。50切ることはまあ 120% なかったね。そう、じゃあそういう風になってからじゃないと浮きはしないわけね。ほとんどね、浮かないよね、うん、で結局タイガーの浮きと、まあ、一般アマチュアゴルファーの浮きが違うってこと、うん、タイガーはスピンアウトでこうバーンって浮くから、うん、その力が入ってグッて浮くわけではない、うん、そう、そこの違い。そっか、なんだ、力学が働いて浮いちゃうだけだよね、速くて。そうだね、そうだよね。そう、今回嫌いが言いたいのは、浮かないようにアドレスから気をつけてる人って、うん、手も前傾もこう下になっちゃうのよ、うん、こうやって、はいはいはい、そうするとこうやって、まあ、ダフリの左が出やすい、うん、でその時に、じゃあそんな人のことばっかり言ってるけど平井はどうやってんのかって思ったの、うんうんうん、で自分で何球か打って確認したら、うん、俺ってね、こうやってんのよ、こうやって、あのこうやって離れてんの、こうやって、うん、この溝落ちの上ぐらいをこう引っ張ってるわけ、クラブをこうやって、はいはいはい、そうやってインパクトしてんの。引っこ抜いてるの？引っこ抜いてる。へえ。で、引っこ抜く理由のまず一つはヘッドを走らしたいから、うん、引っこ抜いていい、うん、前出るでしょ、うんうんうん、そう、こうやってやってないのに前出るんだよね。あ、そう、それで要はダウンスイングでこうやってやりたいのよ、こうやって、はいはいはい、そうするとクラブって自分の力感以上の加速をするわけよ、こうやって、うーん、こうやってなるから、うん、それで言ってもこれぐらいよ多分、うんうんうん、それをこうやってやってんだよね、こうやって、うん、こうやって、うん、それでヘッドの力を増してる、こうやって打って、で自分から背屈を入れるでしょ、うん、だから自分の腕力よりも2倍近いスピードと力で打ててる感じなんだよね。そうで、それが結局インパクトで、ダフルとかって考えるとやっぱりヘッドを出せなくなるし、まあボールを見てこう迎えに行っちゃったりもするんでね。でそういうのでダフったり、あとは一番多いのは浮かないようにって言って、もちろん胸が下がるわけよ。下がるとクラブって伸縮しないから、もちろんダフるじゃない。で最初何球かダフると、今度こうなった時に調整するのって前傾じゃなくて肘しかないわけよ。はい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 、だからこうやって打っちゃうんだよね、はいはいはい、それで飛ばないの。だから結局胸が下がりすぎたら飛びませんよと。だから胸でクラブヘッドを腕じゃなくて全体的にこうやって抜く感じなんだよね、引っこ抜く。だからこういう張り感があるんだよね。そう、だそれで結局手の位置がこうやって低くなったりすると、うん、その差が大きいじゃない。
でそうすると今度胴を越えるとボールに届かなくなる。だからある程度の姿勢をキープしてこうやってこうやって打ったわけ、うん、だからバンって伸ばしに行ったってダフラン。無理にキープしようとすると回転もしなくなるし、左に体重移動だけが残ってこうやってスライドするスウェーになったりもする、うん、こうやってなったり。だ結局こうやってなってたらこうやって回転するんだよね、うん、こうやって。そうするとこうやってクラブが出る。それがすっごいやってるなと思った。でもそれは引っこ抜いても起き上がらないんだ。起き上がらない、張りがあるから体に。結局、ここキープしてるから。あ、そうなんだ。そうだからこうやってなんだよね。こうやってこうやってこう、ちょっと猫背っぽくなる。意外と多いんじゃない、プロでも猫背になる。インパクトは猫背になる。もちろん懐をこう広く使うのもそうだし、うん、まあ引っこ抜くイメージもそうだし、うん、そうすると、ね、腕が伸びるから、こうやってやると、こうやってこうやって、でも伸び上がんないんだ。伸び上がんない。なんかアマチュアやったらもう瞬間伸び上がりそうだけど、それ真似したらそんな気しない。そうだね。それがね、自分でやるかなっちゃうかの差が結構大きくて、伸びたくなくて力んで伸びちゃうって俺最初言ったじゃない、うん、そうなると完全な伸びになるんだよ、うん、でも自分から伸びる準備をしとくと意外と振り遅れない。へえ。そう、トップはするけど、うん、だその度合いを調整すればいい。こうやって。本当だね。今のもあんまり力入れてないんだけど、うん、こうやって伸びるから、うん、こうやってなんだよね、うん、はい、クラブが、うん、だからスピードは速くなる。でそれに自分の自力と、うん、結局、まあ、背屈だったりヘッドを走らせる動作と、うん、多少の体の回転を加えればスピードは速くなりますよ、うん、そういうのがねすごくあって、そうするとちゃんと左内ももにガッて乗れてきたり、うん、で右内ももの人は右内もものままこうパワーを溜めたままグッてこうやって切れたり、そういう姿勢になりやすくなる。そうすると股関節に入りやすくなるから、うん、フォロースルーでグッて力強くなる、ね、そういうのが使えてくる。だからこの胸の位置キープするっていうことはすごい大事。もちろんこう回転はね多少するんだけども、うん、止めっぱなしはいけないから、うん、そういう意識を持って前傾角度を意識して、絶対にアドレスよりも1ミリでも下がらないイメージ、1ミリ浮くぐらいのイメージですよ。こうやってこうやって、そうするとこうやってなるから力強く、そうするとインパクトが力抜けなくなるんで、その意識でちょっと練習してみてください。あくまでもイメージですよ。そしたら伸び上がりを気にしてダフってる人の方が多いってこと。多い、めちゃくちゃ多い。伸び上がり気にして伸びないようにするとヘッドは走らないから、あ、ヘッドは走らないとダフるって動画でも言ってるじゃない、うん、そういうことになっちゃう。だったら伸びてた方がいい。全然いい、全然いい。伸びててヘッド走らせようとしてたら、まあ、じゃあ伸びてるのは問題ないってこと。問題ない、問題ない、問題ない。みんなこうやってやるじゃん、女子プロなんか。あ、そうなんだ、うん、上下動しないで打つのならフレットカプレスぐらいじゃないの、うん、こう満シャンああいう風にこう一切メリハリつけないでこうスパーンってこうやっていくのって、俺のイメージではもうフレットカプルスぐらい。なかなかそういうのってないから、やっぱりこうやってねバーンってやっぱこうこういう感じってあるんだよ。こんなこと考えないけど、考えたというか、まあ分析、自分の自己分析して、あ、そうなってるな、ここでこうやって抜いてるなと思ったら、ピッコ抜いてる、こうやって、うん、それちょっとイメージしてやってみてください、うん、またあれだね、逆のこと言ってるっていう動画になっちゃうね。そうですね、伸び上がってっていう動画、間違いない伸び上がっちゃ言い過ぎなんだけどね、ちょっと釣り三面になっちゃうけどね。でもそれで釣って再生数稼ごう。そうだね、うん、そっちにちょっと走ってみてどうかなとでも本当、まあ、どっちかっていうんだったら伸びた方がいい、うん、沈み込むよりも伸びた方がいい、うん、その方がヘッドが走りますよってことが言いたいんですよ、うんうん、走ればどっちでもいいと思う、ね、そうなの、そっちにつながるんだな本当にそうなんだよね。あれだね、そろそろというか今日の撮影で、うん、もうどっちでもいいから走れっていう方向性になってきちゃうね。なってくる、チャンネルの方向性が。そうです、もう何でもいいから走ってればいいよっていう。本当走んない、うん、
ミスショットが多いからね。そうだね、うん、だからまあ今取り組んでることの、まあ、逆をやってみることも大事ですよっていうことも考えて練習してみてください。で今回はですね伸びてって動画です動画も伸びてほしいんですけどね。あ、そうだね、うまいでもそこまで登録も僕も欲はないので、一応ワンナップゴルフをあの必要としている方だけに届いてくれたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。あれ靴新しくした？いやこれはですね持ってた、うん、それこそ8年前ぐらいですすげえ物持ちいいのか。履いてなかったね。それでもそうインペリアルで履いてた。あ、そうなんだ。あ、レッスンの時俺に内緒にしてたってことで。違いますよ登録もっといいの持ってるからこれいいの持ってる。あ、いいの持ってる。あれいいですよ。柔らかくありがとうございます。あれいい、アシックスいいですよ。いい、うん、すごく履きやすいですね、うん、ぜひあの試着してみてください。試着だけですよ、買っちゃダメです最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください